っこいいとおっしゃったお母様に例えば育児のことなんかを相談されることあるんですか？ありますね。私はその今回家族ができてすごくそれを実感していて、親の道は子供の滑走路になるっていうふうに言われた時があって、その時にすごくこう納得した時があったんですね。だから自分もしっかり人として地に足をつけていろんなことに挑戦していきたい。仕事のことで相談された時も何か記憶に残ってるアドバイスはおありですか？必死になると周りが本当に見えなくなるからじゃなくて、人生の粒を大切にしなさい、人生の一つ一つの粒を大切にすれば人生全体がいいものになるはずだ。人生の粒、人生の粒、今を大切にしなさい。今でしょじゃないけど、本当にそれは本当おっしゃるように今でしょですね。そう、今でしょなんです。私の家は今でしょでできてますね。いや、そんなことはないと思いますけど本当に